ちょっとのスペシャルホースハイドです。新規比較の革ではないです。こちらのブログを見てほしいんですけども、一言もね、新規比較の革っていうふうには歌ってないんですよね。決定的な証拠があります。担当部署に確認いたしましたところ、昨年の秋冬から見分け方についてお話ししていこうと思うんですが、タグの違いなんですよね。金のタグがついてるかどうかで初期ロットがわかるんじゃないかなと。というのも、どうもこんにちは、しんせいです。今回なんですけども、あるめちゃめちゃ人気な革ジャンのお話をしていきます。それがショットのスペシャルホースハイドです。サムネにも書きましたが、こちらのライダース、なんと新規比較の革ではないんです。これはサムネで釣ってるわけでもなくて、ちょっと真実をお話ししていきたいと思いますので、ぜひとも最後までご視聴いただければと思います。ショットのスペシャルホースハイドといえば、2018年から2017年ぐらいにかけて発売されたものになりまして、発売されてからかなり話題を呼んだアイテムとして知られてますよね。ショットの中でも割とかなり高額なアイテムでもありまして、まあ、それだけ特別な革だというところもあってですね、まあ、それこそ革ジャン好きな方は注目しているかなと思いますし、実際今オンラインとか見てみると黒の方はすでに完売しているという状況でして、まあ、それぐらい、いい革を使ってるんだなっていうのはわかるんですが、なぜそこまでスペシャルホースハイドが人気なのかっていうと、まあ、ひとえに先ほども言いましたけど、新規比較の革を使っているから、そして茶身っていう点にあると思うんですが、本当にね、衝撃な事実が判明しちゃったんですよね。で、今回の件に関しては、ちゃんとした証拠もあります。なのでもう確定事項ではあると思うので、ぜひとも気になる方とか、まあ、持ってる方も最後まで見ていただけたらと思いますけど、まあ、正確に言うとですね、新規比較のものもあるんですけど、じゃないものもあるんですよね。だから半分正解で半分不正解みたいなところもあります。まあ、その違いで言うと、初期ロットか初期ロットじゃないか、まあ簡単に言うとこの違いになってくるんですけども、まあ、その見分け方っていうのもあるので、そこもお伝えしていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただけますと幸いです。よろしくお願いします。ということで、ちょっとね、僕自身これを知った時、まあ持ってはないのであれなんですけども、マジかと思いました。びっくりしましたね。まさかの展開でそうなんだって感じなんですけども、でそもそも今回のこの事実を知るきっかけになったのは、僕の視聴者さんですねから、まあ、コメントをいただきまして、まあ、スペシャルホースハイドは実は新規比較ではないんですよっていうことで、えっと思って、実際ね、どうなんでしょう、証拠がないと僕は信じないので本当かなっていうのもあったんですが、ただめちゃめちゃ気になったので調べてみました。まあ、本当に調べてみると、あれ、これ確かに視聴者さんが言ってるの本当かもなっていうところがいくつかねありました。まあ、そういう証拠を、まずはお話ししていこうと思うんですけども、一つ目がですね、ちょっとブログを見てほしいです。こちらのブログを見てほしいんですけども、ショットの公式ブログですね、ジャパン社というか上野商会が正規代理店やってますが、そこのブログになります。で、これを見てみるとですね、一言もね、新規比較の革っていうふうには歌ってないんですよね。例えばこれとか見ていただきたいんですけど、世界で最も高い評価を受けているレザータンナーの一つである新規比較と提携し、馬革のライダースジャケットを限定生産しましたという感じになってます。で、ここだけをしっかり読み解くとですね、これ提携しているだけなんで、決して今発売しているスペシャルホースハイドの革が新規比較だよとは確かに歌ってないなと思いました。一緒に共同で、まあ、例えばスペシャルなレシピを作って、こうした方が、こうなめした方がいいツヤ感出るよねというか、もっとかっこいい馬側にできるよねみたいのを一緒に開発したみたいな感じになるかなと、それが正確な捉え方なのかなとも思いました。ただここだけを見るとね、ちょっと分かりにくいというか、今日において結構僕みたいにスペシャルホースハイドは新規比較っていう風に間違えて認識されている方も多いと思うので、ちょっとしたところなんですけども、まあちょっと勘違いしちゃうなっていうところもあります。この文だけ見ると確かに新規比較っぽいなとは思うんですけども、これはね、確かに言い切ってはないんです。あとはですね、ブランドの通販の公式サイトを見てみると、日本屈指のタンナーにてショットのためだけのレシピを組んで生産しているベジタブルタンニーなめしの茶身ホースハイドを使ったライダースですとしか歌ってないんですよね。だから新規比較のものですとは言ってないんです、ここでも。
もしですよ、僕が売る側だったら、新規比較の革を使っているのであれば、そういう風に書くと思うんですよ。だけどこの日本屈指のタンナーにてっていう風に言っちゃってるっていうのは、何かちょっと裏がありそうだなとは思いました。こういう感じで確かに公式サイトには書いてあります。でさらにですね、2年前のライトニング、これはまあ、 あの革ジャン好きからすると教科書のような雑誌ですけども、こちらの2020年8月30日発売のデニムの教科書にてですね、ちょっとのスペシャルホースハイドについての特集が組まれていました。これも見てみるとですね、著作権の問題があるので、ちょっとちゃんと文をこうお見せすることはできないので、もしよければね、持ってる方は見返していただきたいと思うんですけども、例えばこういう風に書いてあります。日本のタンナーで舐めしたホースハイドをニュージャージーに送りっていう風に書いてますね。なので一言も書いてないんですよ。次のページですね、このディテールを紹介する場所がありまして、名作の理解を深める7つのポイントっていうところなんですけども、ここでも日本国内で舐めした馬革を使用してますと書いてあります。で、日本の老舗タンナーに特別に舐めしてもらったものですと書いてあるんですよ。これからすると、まあ意図的にその新規比較っていうのを言うのを避けてるっていうのを感じ取れるなっていうのはあるんですけども、どう思いますか皆さん。だって普通にさ、新規比較って書くと思うんですよ。まあだけど書けないっていうのはなんか理由があるんじゃないかなと思います。まあただ間違いないのが、このスペシャルホースハイドを作るまでのレシピってのは新規比較と共同で提携して作ったっていうの、これはもう間違いないんですけども、で決定的な証拠があります。それをお見せしたいと思うんですけども、あのね、何かというと、僕思ったんですよ。自分で調べて、あ、こうじゃないか、ああじゃないかってのも、まあ、ありっちゃありなんだけど、ただ、決定的な証拠として何があるかっていうと、まあ、公式に問い合わせるのが一番いいなと。で、そのメールの、返信をもらって、証拠になればいいかなと思って、聞いてみたんです。ショットのスペシャルホースハイド1スターについて質問をいくつかさせていただきますと。で、私の認識では、こちらの革ジャンに採用されている全ての革は新規比較製の革だと思っていたのですが、知り合いから新規比較の革は最初のロットだけで、その後は日本のタンナーだということを聞いてたのですが、事実でしょうか。事実だとすると、同じ日本のタンナーでレシピで仕上げているという認識で間違いないでしょうか。また最初のロット以外は全て新規比較の革ではないということでしょうか。それとも混ざっているのでしょうか。いくつかの質問のため大変恐縮ではございますが、ご回答いただけますと幸いですと、こんな感じで言ってます。そうするとですね、まあ、本当レスポンス早かったです。2時間ぐらいで返信いただきました。お問い合わせいただきありがとうございますので、担当部署に確認いたしましたところ、昨年の秋冬から日本のタンナーさんに変更していますと。日本のタンナーさんなんです。なんで、まあ、あくまでジャパンメイドの革ではある、これはもう間違いないとは思います。新規比較の商品の取り扱いはないかと思われますという感じなんです。なので、まあ、2年前ぐらいからもう違うんですよ。新規比較ではないんです。なので、もう新規比較の革なんだと思って買おうとしている方がもしいらっしゃるのであれば、まあ、こういうことなんだよっていうのも知っていただけたらと思うんですけども、まあこれが一番信憑性ありますよね。これはもう決定的でしょう。もう間違いなく上の紹介が言っちゃってるので、まあこれはもう議論の余地がないというか、絶対にこれは新規比較ではないというのが分かったと思います。でこれについて思うところもちょっとお話ししていこうと思うんですが、まず大前提に、ショットは詐欺をしてるわけではないと思うし、めちゃめちゃ悪いわけではないと思うんですよね。まあ、そもそも別に新規比較の革じゃないとしても、まあ、レシピが同じなので大体一緒なクオリティになると思うんですよね。なんて言うんだろう、あとはそのどこの革を使ってるかっていう、まあ、所有欲を満たせるものかどうかっていうところにも なってくるというか、ちょっと付加価値の部分になってくると思うんですよ。その個体差で言うとそこまで違いはないと思うんですよ。ただ新規比較っていうなんか付加価値があることによって買いたいっていう方もいらっしゃると思うんで、そう考えると、まあちょっとうんっていうところもあります。ただ先ほども確認した通り、ショット側は一言もね言ってないんですよ。新規比較の革ですとは、提携して作りましたと言ってるだけで、このライダースは新規比較の革ですとは言ってないです。もうあくまで濁してるっていうのが受け取っちゃうよね。
もうちょっと分かりやすくしてほしいなっていうところもあるんですが、でそしてこれに関して不思議なのが初等の店員さんで共有されてないと思うんですよ。で久しぶりに東京行った時に初等のスペシャル放送ハイドを見たくて行ったんですけども、まあ、どこの店舗かは、まあ、あえて言いませんが、そこに行った際にこれ新規企画の革なんですよねみたいに聞いたら、そうなんですよ、めちゃめちゃいいんですよみたいな接客をしていただいたんですよ。で他の何人かの視聴者さんにもちょっと聞いてみたんですけども、やっぱりそういう対応されたというところもあるので、その社内共有のところが結構問題なんじゃないかなと思います。もしかしたら最初は新規企画で行く予定だったんだけども、何らかの、まあ、理由があってできなくなったっていうこともありえるんですけども、あとはまあ初期ロットが間違いなく新規企画の革を使っているっていうのは、これはまあ事実ではあるので、まあ、半分嘘ではないんですけども、なんかそこの共有をちゃんとしてほしいなとは思いました。やっぱりライダースって高い買い物なので、なんて言うんだろう、そういう付加価値とかちゃんとしてほしいというか、だからショットはね、もう少しその顧客に向けての配慮っていうのが足りないのかなと思ってますね。だってそれこそなんて言うんだろう、ショット自身も知ってると思うんですよね。日本中でこの革新規比較なんだよ、すげえいいんだよみたいな、っていうかみんな9割方そう思ってると思うので、絶対にね知ってると思うんですよ。しかも完売しちゃってるから、多分これってどんな革なんですかみたいなめちゃめちゃ聞かれてると思うし、新規企画の革なんですよねって言われてると思うんですよ。なのになんて言うだろう、公式の声明を出さないっていうのもちょっと、まあ確かに言ってないんだけど、新規企画の革ですとは言ってないんだけど、なんかそこどうなんだろうなと思いました。その世間の声を、分かっている、絶対分かっているはずなので、なんか公式の声明を出してほしかったなというか、そこはなんか誠意という言葉が正しいか分かんないですけど、もう少し真摯な対応してほしかったなというところで、ちょっと残念ではあります。まあ濁す言い方というか、なんというか勘違いされやすい言い方をしてたところは問題ではありますけども、まあそういったところでじゃあ誰が悪いのかっていうと、まあそれこそインフルエンサーだと思います。まあ僕もね、底辺 YouTuber ではありますけども、何度か動画でショットのスペシャルホースハイドめちゃめちゃいいよと、これは新規比較の革を使っててって、まあさらっと、言ったことが何回かあるんですよ。だからそういうところも勘違いさせてしまう原因になったんじゃないかなというところで、そんな影響力ないので本当に少しかもしれないですけども、僕にもちょっと責任はあるんじゃないかなと思ってます。なので誤解を生むような、誤った情報を流してしまい誠に申し訳ございませんでした。で、そうだ、最後にですね、この見分け方についてお話ししていこうと思うんですが、見分け方めちゃめちゃ簡単です。でこれは結構僕の憶測とかが入ってくるんですけども、タグの違いなんですよね。ショットのね、これを見ていただきたいんですけども、僕の視聴者さんがね、まさかのスクショしてまして、データがあったので、まあ今載せてるんですけども、金のタグがついてるかどうかで初期ロットが分かるんじゃないかなと。というのもこの削除されたブログがですね、発売当初ぐらいに出されたブログになっております。でその後のものになると、このタグがねなくなっている。しかもこの公式の回答にもある通り、昨年ぐらいからどんどんこういうタグができて、こういうタグを使ったものがあるので、まあ、もしねこの新規比較の革がどうしても欲しいと、で自分の革が新規比較かどうか知りたいみたいな方がいらっしゃったら、ぜひともタグを見ていただきたいと思います。これで、まあ、割かし、まあこれが本当に正しい情報かは分かんないですよ。あくまで憶測ですけども、おそらくそうだろうなというところで、話してるんですが、はい、というところで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしかしたらこのスペシャルホースハイドを買われた方で不快に思われた方もいらっしゃると思うんですよね、なんか僕の動画をきっかけにこうなんだよマジかよみたいな思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ本当に僕も悪かったなと思いますし、ショット側ももう少し真摯な対応をした方が良かったんじゃないかなというところもあるんですが、僕もライダース好きだし、スペシャルホースハイドなんてめちゃめちゃ高いじゃないですか。それが違うんだっていうところで結構驚いてます本当に。で新規企画ってやっぱりこのホースハイドの中でやっぱりなんて言うんだろう、トップランクじゃないですか。もう馬革専門の会社だし、やっぱりこの会社の革を、着れるってのは、まあ、本当にステータスでもあると思うので、そこのステータス性がなくなるのはちょっとどうなんだろうなっていうのがあります。商品自体はそこまで差はないと思うので、まあ、あくまでこの気持ちの問題というか、じゃあ持ってて自分が持っててどう思うのかっていうところだけかなと思うんですけども、衝撃の事実を知ってしまったからにはやっぱりこれ知らない方かなり多いなと思ったので動画にさせていただきました。というところで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。こちらの動画が少しでも面白いなと
思っていただけましたら、ぜひともチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。